オリンパス E-5 オリンパス E-5 は、オリンパス社の一眼レフデジタルカメラ、フォーサーズシステムを採用している。2010年10月29日発売、オリンパス E-3 以来のオリンパス E システムのフラグシップ機。この時期の新製品としては、有効画素数は E-3 と比較しても大差ない1230万画素に抑えられているが、 他社では見られない高精細描写技術、ファインディテール処理が採用され、同じ画素数でも実効的な解像力が向上している。一般的には、モアレ、偽色などの抑制に、殺像素指示光面に、高角ローパスフィルターを設置することで、ほぼ対処しているが、これは実効的な解像度を損なうという問題もあり、高画素化が進んでもその性能が十分発揮されていなかった。 E-5 ではこの問題を、ローパスフィルターをほとんど押す動詞に近いものに変更し、新開発の画像処理エンジントループグフに、搭載されたほぼ最小画素単位まで、偽色やもあれを、最新のアルゴリズムによって除去するという新技術を採用して、ほぼ最小画素単位まで平坦なレスポンスを実現し、画素数の極限まで生かしきった、解像力を達成したという。これにより、 SHG クラスの高級レンズの描写性能もほぼ余すことなく発揮するという。ライブ MOS センサー自体は E-30 や E-620 に使われているものと基本設計は同じであるが、ローパスフィルターが戦術のように素動紙に近いものに置き換えられているほか、ダイナミックレンジや電気的な歪みノイズなども改善されている。その他の改良点としては、 背面液晶がより大型の3インチに拡大された上、92万ドットの高解像化を実現して、さらに視認性が向上したこと、ハイスピードイメージャー AF の採用で、ライブビューが E-3 に比べて使いやすくなったこと、新画像処理エンジンやワイドレンジ、低ノイズの撮像センサーの採用で、ノイズや電気的な歪みも低減され、描写力の大幅な向上と、 ISO6400 までの高感度撮影が可能になったこと、HD 動画の撮影が可能になったこと、高機能化したアートフィルターが搭載されるなど E-3 に比べて総合的性能が大幅に向上している。なお CF カードスロットは今回からタイペはサポートされずタイプイのみとなり、XD ピクチャーカードは廃止され SD カードに変わっている。 詳細は、オリンパスイ、e、ーシステムカメラ一覧を参照。ありがとうございます。